やっちまったな。よし、こうなったからには違うキャラやろうぜ。あれ、名前変わったぞ。銀蔵になってる。なんか前心臓だったんだけど、変わったっぽいね。で、今アンロックされたのがアリア。これはな、二刀のアサシンってことか。あ、ルーンってキャラごとに違うんだ。へえ。あ、やっぱ拾ってるね、一個。ドミニオン。あ、攻撃力上昇だっていいじゃない。ええ、ま、これと、これとこれ。かな。ケージはいらん。防御上昇、攻撃上昇、ルーンのドロップ率上昇。はい、いいんじゃないかい。ん？才能も、才能は別か。これは共通だわ。ルーン装備はキャラ別なんだね。で、才能ポイント増えなかったわ。じゃあ、アリアやってみよう。アリアは二刀。ダメージが、アーサーより低い。敏捷性が高い。範囲狭い。サバイバルって何なんだろうね。まあ、敏捷性が高いだけ。基本的には。孤独なさすらいの賞金稼ぎ。アサシンじゃないんだ。酒場やモンスターの巣にいることが多いそうなんだ。まああれか、その暗殺業をしてそうな格好ではないもんね。目立つもんね。行きます。ストーリーあるんだ。めちゃくちゃ自信家じゃねえかよ。リレーコンボはどこ持ってっかな。マニュアルのキャラクターのアリア。とても柔軟なキャラクター。ファントムブレード。攻撃開始直後にこのスキルを使用すると刃が回転して攻撃が強化される。コンボが5つ。連打系と、長押しチャージがある。一時停止と、これ全部、いや、ロックされてるか。はい。これが。と、チャージがある。なるほど。いきなり宝箱。回避が早いとかあるのかな？探検、シャドウストライクか、毒系。まあ、基本変えましょう。今持ってんのが、シャドウストライク、敵の背後に現れる、だって。スキル使用不可、敵がいないからか。敵をロックすると、そのロックした敵の背後に現れるっていう感じか。これが、ああ、面白い。これはシャドウストライクでいこう。また威力がでも上がるな。攻撃後の隙が少ない。移動とか回避に使えるね、これ。シャドウストライクで、新しい武器が毒気。武器に毒を塗り、通常攻撃で当たった敵を毒状態にする。なるほど。あと効率的支援ってのもつけるね。あー、まあ、変えるか。毒塗った。ゾンビに毒効くの。いってー。あぶね。うん、超短くね、ステップ。
あ、でもなんかクールダウン早めに設定されてるかな、これ。そんな気がするね。特徴がやっぱあるんだろうね。うん。回避が早い。距離短いけど、クールダウンが早い。とか足が速い、普通に。スキル。ファントム。あれか。お金で強くなる。バックスタブ。ああ、ファントム。15秒間持続するファントムを召喚。これが究極スキル？へえ、取るわ。召喚魔法が究極なんだね。足早。毒塗ったぞ。まあまあこんな感じか。本当にすぐ回避出るから、だからパッシブ強化スキルいいのかも。パッシブじゃねえけど、アクティブの毒つけた足もなんか長いね、毒。すごい。あ、オンオフか、これ。毒って。どこだ？オンオフだね、これ。今切った。ってことだ。MP がある限りずっと使えるやつだ。リーチも長いな。これ短いんだ。まあ、囲まれた時用って感じ。いや、使いやすいは使いやすい。召喚。ファントム。あ、自分じゃん。毒つけた。もう出たやつ。いってさあ武器。シャドウストライク威力は変わらず、他のステータス上がるか。毒強そうだけどね、ちょっとね、オンオフ系は忘れる。忘れやすいので、シャドウストライクにします。というかあれだね、ゲームのタイトルについてる、シャドウという名前を含める技名だよ。空中剣。2本の短刀を投げ敵に命中すると、それぞれダメージを与える。空中剣が移動しながら回転する。血の、なんだろう、宴的な。あ、体力回復だって。いいね、いいね、いいね。ただ、威力差はやめよう。シャドウストライクはシンプル強そう。体力80しかねえ。1個選べるやつだ。武器は出るだろうし、フロストブレード。一時停止罰、ああ。これの後に、もう一回月が出るって感じ？あ、違うな。なんか別のが出るはずだ。四角一、あ、違う違う。あれで終わりか。あの、回転させるやつで終わりか。いや、ドラゴンハートでよくない？はい。20% だから16なんだ。基本、80だったから。使いやすいキャラクターだな。右まっすぐね。出口があるんだが、左にここにあれがブックあんだよね。ちょっと待って、今買えるな。買った方がいいね。
もうちょっとなんか強化したい。ドラゴンハートとスキルブック両方変えるね。さあ重力馬、チャージしてる間近くの敵をより引き寄せる。微妙だな。マナポーションブースト、マナポーションの回復能力、あー微妙だな。新聖域、スキル発動の持続中受けるダメージが、わからん、微妙なのしか出なかったな。はい、基本的には攻撃力を上げたい現状では。では1の2、いきなりあいつ、あいつにだからバックスタブ効くじゃん、ストライクがめっちゃ効くじゃん。弱くはないと思うんだけど、ちょっとこの叩い位置が嫌だな今。囲まれるとすごいやりにくい。多段ヒットするんだこれ。回避のクールダウン早くするやつ欲しいね。思わなかった今。まだか。うわー強そう。ただ足が速いんで距離とかすげー取りやすいわ。これはすごい使いやすい。ボス戦とかに強そう、シャドウストライク。さあ不可視、威力も上がる。不可視、3秒間ステルス状態を維持する。攻撃するとまあステルスね。そうね、炎の渦。なるほど、シャドウストライク使いやすかったけど変えてみよう。まあ威力上がるし。今ですよね、炎の渦、これだ。クールダウンがある、5秒間のクールダウン、連続で出せない。いいんじゃない、ようやくっぽくなってきた。あデスですかこれ。バレてた今。どうなんだろうな。消えるときと残るときがある。なんだろうね。いい感じで当たった。空中剣、威力変わらず、体力と運が増える。空中剣やってみる？2本の、これは普通のスキルだよね。取った。待て待て、違う違う違う、変えたい変えたい。交換、はい、投げた。あシンプルに強い。あめちゃくちゃ強いんじゃないこれ。あであれなくなったのか。待って待って待って、武器についてたのがさっきのあれ、炎のやつは。パッシブ良くなった。また武器、
シャドウセレクトエリートハンター、まあ、いらんかな。威力下がる。基本的にダガー全般威力は低めだな、なんか。威力が上がる。毒気か、毒気やだな。血の乾き。いやー、空中剣を使い倒したい。まだ奥もあるね。ドラゴンハートとバックアーマー。背後から受けるダメージが減少。まあ、背後からだけだとちょっと微妙かもな。ドラゴンハートだけでいいや。スキルブック。ファントムが、持続が伸びるか、攻撃時一定確率でファントム発動？え？これって、ファントム発動中に攻撃時ファントム発動？それとも何もしなくても、一定確率でファントム発動？パッシブ能力化されるんだったら、激強じゃないの？毒の刃の旋風。いや、ちょっと真ん中取ってみよう、これ。攻撃時一定確率でファントム発動。当たった時だけだよね、多分ね、さすがに。あと、ファントム発動時だけ、かな？わからん。真ん中の上ね。パッシブル出たら嬉しいな。出てるわ。出てる出てる。うわ、ちょっと待って、めちゃ強じゃないのこれ。まだ出た。手数そもそも多いから。空中剣もある。あらららら、一気に、一気にすごい。あ、ファントム出てる。いやー。出てる出てる。一回出ると15秒持つのかな？え、ちょっとめっちゃ強くないこれ。ファントムいると。あ、消えた。パッシブで出るとはな。もうそろそろ出るんじゃない？また。出ないかな。で、誰だ誰だ。ははは。あ、ついよ。触れてるだけ、しかも体当たりが。体当たり。仕事を終えると消える。なるほどね。MP がなかった。自分で攻撃しないと MP 増えねえのか。あと、空中剣ちょっと消費が多いかもしんない。いくつだ？書いてねえな。40だわ。まあ、強いもんね、その分。40使うから結構減ってる。また出てるファントム。びっくりした。出口ね。1-2。まだいくつか行ってないね。右ね。また出てる。武器が唐突に落ちてる。威力下がるしまう。何もついてないわ。左上ね。 MP が少なめ。あぶれ。爆弾そのものになんか体当たり判定があんの、あれ。ちょっと待って、2体出てんだけど、ファントムが。ファントム今2体出てたよ。いって、なんか取れたな。また出た。
選べるやつ、ドラゴンハートか、マナリコール、ファントムブレードは敵を倒すと、消費 MP の 50% を、ファントムブレードってそもそも何？何これ？攻撃開始直後にこのスキルを使用すると、刃が回転して攻撃、これ、それ見てなかった。これ何これ？そもそも。どうやって使うのこれ。ファントムブレードの使い方がわからない。 MP10 クールダウン 0.1 って書いてある。なんか書いてある？いや書いてはいるんだけどちょっと使い方がわからん。ファントムブレード、攻撃開始直後にこのスキルを使用すると刃が回転して攻撃が強化さ、わからん。わからんのでいきます。これは武器にどこ、いやいらんかな。威力は上がるけど、まあ、これだね、体力だね。どれのこと、わかんねえな。まあいいか。で終わりかな。終わりなので出口、出口は上か。では1の3。さあ一方通行だ。いきなり？敵が多ければ多いほど、あ、3体目。敵が多ければ多いほどファントムが出る確率が上がる。もうタコ殴り、タコ殴り。おった 3体今出てたわ。今3体いたね。武器、レベル3、威力下がっちゃう。毒系はいらない。ちょっとやりにくい、使いにくい。と思うので。あれ、これもマップ載ってないやつじゃん。1の3には必ずあんのかな。スキルブック、あれ強化もできるんだ。パッシブ魔法爆弾、スキル使用時に敵に爆弾を投げつける。パッシブの毒性、おー、ファントム、ファントムの持続時間伸びる。パッシブで出てきたファントムも伸びるのかな、時間が。よし、ファントム強化。究極スキルの方使ってないけどね、今。まあでもちょ、使う。やばい、体力。唐突にやばい。やばい、やばい、やばい、やばい。狭い。なんかね、1の3になると急に回復アイテム出なくなるんだよね。あぶね。2体、3体出てるあれ待って、4体出てる面白い。でも一瞬にして消えたわ。終わってしまった。エンペラータイムが。また出たね。回復はね、マジで出ない。1の3まで来ると。
やーべ。回復。出た。使いたい。使う。危険すぎて。あと、打ち切りやられるので。回復頼むよ。消えちゃった。早いな。危ね。いや、怖い。そこやめろ。やめろ。バス。